モノロクさんも紅白ではおなじみになりましたね。そうですね、もうここ結構もうかなり解禁症的な感じですよね、ですよね、ここ最近は。モノロクさんなんか意外にいろんなキャラ使うんですよね。あ、確かになんかテリーとか、そうそう、テリーとかの試合で使うし、フォクシーとかもうまいし、最近よくテリー入れてますね。レシオ大会とかに備えてるんですかね。あー、なるほどなるほど。で、草薙、これもレシオ大会行きたいんですけどね。あー、残念ながらバーザスなんですよね。見せ番が、はい。あっと、だがまだ安かったが、あー、筋肉ドライバーが入った。セスの D 投げ勝手に筋肉ドライバーって名付けてたんですよね。あー、なんか力強い力強い投げるやつですよね。あの D カラーが筋肉マンって言ってたんで。お、テリーもやっぱりラッシュキャラだから、ここはしっかりと刺激。あー、おしゃれな金 B、 かわいい金 B、 レオナの金 B かわいいって言ってる人に、俺セスの金 B かわいいっすから、かわいくねえよって切れられて。あれはかわいすぎな、金 B からの前 B もかわいい。セスでかわいいっていうのがまあなんかよくわかんないですけど、あ、よくわかんない。うまい、ここはしっかり。なんか本当サメさんスムーズですよね。スムーズすぎるというか、なんか、ね、そしてなんか本当にプレースタイルが変わりますよね、これ。全く止まる気配がない。何なんなのこれ、暴走日和みたいな。あー、悪いよ今のは。なんかもう酒飲んだフォアジュみたいな。さん、ちょっと厳しくなってきた。いやー、ああいうなんかちょっと後転読んで走ったけど何も しないから早めにしゃがみしようっていう、あそこへの判断の速さとかがやばい。アイドルしたらすごいんですよね。すごいことしてるんですよね。あっ、うわー、これはだ。今のは狙っ漏れた。何が現場の判断だよ。現場の判断。おかしいだろ。あ、うまい。建築現場じゃないんだから。さあ、これはさすがにちょっと物さんも飲まれてしまっている感がある。今のはうまかったが。つながらないが。あー、まあもうしょうがないですね。さあ、初期さん、さあキーさんが優勝おめでとうと言ったが、本当に優勝したのか、私は現場に行っておりません。この場を借りてもう一回、初期さんどうぞ。優勝おめでとうございます。これあのおめでとうございますってコメントで星がつきますね。そうですね、あの1回戦優勝っていう話なんで。なるほど。さあ、ここで心強いキーさんが来てくれました。はい、1回戦優勝の初期さんは、1回戦優勝の初期さんが K ダッシュハイデルンカスミですね。さあ、ここからはちょっとキーさん寄りで行かせてもらいます。いや、もうそんな普通にやりましょう、やりましょう。さあ、じゃんえんを巻きながら長寿の取って見ていって、ダメ足、うん、思い切った昇竜はジャンプぶっ飛ばしに潰されましたね。見事にやられましたね。一回距離取る。画面端から逃げる代償でかかった。これはしっかり見ていた。前に荒らしていく、しに行く。しかしこれ体勢に影響はないか。中段投げて速い、ジャンピー中段死なない。香川県、これやっぱり、いや、うまいですね。1キャラ倒すために食さん優勝おめでとうっていうことですか。はい、おめでとうございます。やはりおめでとうございますと、はいはい、言っていきましょう。さすがとしか言いようがない。さすがとしか。シャガディ差し込んで通常投げ中段、次行こう、しっかり
たまらずガーキャン。ガーゲージがないぞ。ここは思い切ったぶっぱなし。はい、おめでとうございます。食さんもぶっぱなすけど全然当たってない。ぶっぱなすけど当たってない。食さん優勝おめでとうございます。キサ反対、はい、反対、え、反対、まあ、食さん負けてるから。いや、だから食さん優勝おめでとうございます。そこでも優勝だと。とりあえず言いたい。追い詰められたかすみ、でもこれまだ全然ありますからね。これあります、あります。ちょっと難しいけどゲージを溜めつつ速やかに倒していく、それが必要なんですけど、まあ、そしてもゲージを溜めながら無理はしないスタイル。うわっ、お、一気に攻めていきたい。投げ落とし、逃げられるが、ジャンピー、食さん優勝おめでとうございます。この3分間ほどで優勝おめでとうございます。何回言ったでしょうか。できれば数を数えてコメントをお願いします。さあ裏ロバート、うわーちょっとしんどいのかな。しかしかぶさったらこれ確かそもそも普通に潰れますよね。潰れます。うわっ、うまくかしまっている。観念にソニックブームを打っていく。ここは強迫弾、強迫弾発動していく。ここはうまい。だからおお、ダメ押し、ワンチャンス、ワンチャンス、テリトリー入ったか。食さん優勝おめでとうございます。さあやばい、このまま食さん三冠まで行ってしまう。そうですね、これでまだ分かんないですよ。ゲージ次第ですが、ライフもあまり差はない。が結構押している。さあこれは刺さってしまい、完走するか。完走して、さあ皆さん、食さん優勝おめでとうございます。さすがの1回戦優勝おめでとうございました。数え事できんか。できんなのか。いや満足したんで僕もう帰ろうから。いや、はい、生卵さん、あとたたでいいのかな。ゆうたたかな。ただと信じましょう。あれじゃないですか、あのほら最近流行りのゲーセンを一文字で表す系のやつじゃないですか。あー確かに、のような気がする。あ、ツイッターとかでもバとか、そうですよね、ビとか、はい、いろいろありますよね。僕はやりませんけど、こだわり。なるほど。オーダーセレクト。あ、それは1。わー、これはワンピ側はあれじゃないですか、あのあの、の、そう、の、圧倒のじゃないですか。確かに。さあ、で、しかし、順番が違う。ショーテキング。ユリキングってこれどうなんですか。なんか、どうなんすかね。あんまり、ありそうでない。明確にどっちが有利っていうのは、ちょっと分かりづらいと思うんですけど。うわ、うますぎる。めぐっている。ユリのジャンプがふわっとしてるから、あーちょっと最近落としづらいかもしれない。落としやすい、落としやすいと思うんですけど、それを一回落とせずに捕まっちゃうとちょっと面倒したくなるかなっていうところでしょうかね。なんか割とやっぱ早出し気味のなんかジャンプ D がユリはちょっと目立つような気がするんですけれども、ここで対空が出ない。で、先鋒戦取ってるのが羽根さん。そうですね。ここはなんか出たけど。あ、うまい、暴れ寿司。ここで固めていく。技の選択が非常にいい。で、距離を取る。調子だー、調子に乗ったー。羽根さん、なんかさっきと一転してすごい真面目になったって言おうとしたんですけど今。いや、まあけど、まあそうですね、まあ体力も十分に仕事はしましたからね。あ、そうですね。なんか羽根さんが言ってますが、ここはしっかり見ている。ダッシュからの羽根さんもしっかり決めて、ここはコマンドが漏れている。ジャンプ飛ばししっかり決めて、羽根さん強いな。ラウンド4、本当勝つ動きになってますよ ね、 すね、本当に勝つに直結するというか。うわ、しかしこれあれですよ、ゲージの溜まり方次第で
全然わかんないですからね。そうですね。が一回こうなってしまうとちょっと面倒くさい。ゲージを使う以外の切り返しがほぼないに等しい。一応立ち振ったバスとかでもなんか対抗するのするんですけど、あーっとここでも調子に乗っている。これは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 危ないですね。おや2ゲージ、あー遠距離からの中断。どういうこと、まあ、あの距離の中断はあんまりガードしづらい。いやまあそうですけど絶対読めないですからね。あーギリギリやった。おめくり気味の奈落。まだ全然あります、全然あります。ありますね。ここはゲージを優先。カーケン逃げていく。2ゲージ。もうゲージいらないですからね、ほぼ。あーっと。あるよ、これ。ある。逃げる。どうすんだろう、これ。逃げる必要ないですからね。はい、うまい。体育は取っている。素晴らしい。そして次が何さんですかね。受講生さん。受講生。受講生アットミッキー講座。まあ、ミッキーさんの受講生なのかな。まあまだミッキーさん出てないですからね。はい。かすみパオ、パオ多いっすね。増えました。なんか今日は特に多い気がしますね。なんかあスヌーピーがなんかゲージ食うやつが2人いるんですけど。さあ見ていきましょう。かすみ対セツ、ハズマクが決まっている。うわっ次ジャンピー前へ、選択しっかりしてるな。お、めくり気味、中段追加が中もすほんとすごいな、激しいな。あーっとこれはジャンプ B か、しっかりしている。なんか動きたいところに技が置いてある。食さんが納得がいかない表情してる。え食さん納得いかなかったですよ。いやよくこんな動けるなと思って。すごいすごいことになってる。立ちえうまい、アンコンボいい投げ、白を逃げるものジャンディアミス。ここは当て身しっかりしてる。中段すごいな。中段もうなんか相手がなんかこうひよってる間にガンガン進んでいってる感じですね。まあ確かに本当暗示されると何が正解なんだっていう、まあと思う間もなくみたいな。割と展開が早いから、はい、相手に判断する暇を与えない。そうなんですよね。で気づいたら画面端になっている。ここは追撃中段を避けている。あーっとてある意味こうやって画面を見ない方が引っかかりやすい。構えまだ組の回1枚残っている。とりあえずなんか来そうなところに強いのを置いといて起点を作っていこうがいいんですかね。見てから直接どうこうっていうのがまあ相当厳しいレベルだと思うんでね。ジャンプ B しかしおっとエンディール、エンディジャンプ打ってます。うまい。ジャンプ B、ジャンプ B を対応している。ここは当たってしまう。あーここは距離が足らない。当たってる。あー確定してるっぽい。
今日あの技すげえ見るんですけど。ああ確かに。これは読まなくて大丈夫なんですか。はい、読みましょうか。メイをめぐる冒険4、パイレーツオブメイ3013でいいのかな。3013、2000じゃなくて、まあ未来に生きてんじゃないですか。まあその海賊たちは、はい、現代にはいないですからね。3013にはいるかもしれないとか、そういうあれじゃないですかね、おそらく。まあどうでもいいです、始めましょう。はい、マイケ、キム、キム、サメさん、まあ、キムも結構使いますよ、ね、02M においても。ごめんよし。キムアップ厳選していく、距離を取る、あ、チーで暴れている。ここは下段タイプ失敗、下段タイプではないです、しゃがみタイプ。ここは暴れたところが刺さっている、タクシー前エビ。なんか13みたいなんですけど今の。確かに、あー出し投げ、うまい、えらいテンションが高いですけど。ミッキーさんいつも、はい、いいですよね、熱いプレーを。熱い、熱いですね、盛り上がってますね。リエンブ対抗しっかりしている。お ほって感じですよね。まさに前エビ伸びている。あだしっかりしっかりって、あれなんだ、キャンセル場になったのかどうなのか、まあ、どっちにせよ立ってましたよ ね、 はい。あ、サヌイさんが取り返して両体ケダッシュ、両ケダッシュ、ゲージも3つ溜まっている。ここは壊したいって承知したところ、激しい、うまい、ここはしっかりガキャン差し合い、まあ、逃げるよ、2つ逃げていく、攻撃が引っかかる、大親切、盛り上がりすぎだ、盛り上がりすぎだ、盛り上がりすぎだ、リズム上げすぎましたね。確かに。リズム上げすぎて画面にちょっと間に合ってなかった。さあチャンスです、チャンスですよ。ジャッポホ差し D は昇竜、思い切っていく、うわっ使っていく、まあまあ3万ってメイリーなんでまだあるんじゃないですか、ね、ありますね、エリサーがあるといえど、これメイリー側逆にどうしていくんでしょうね、ちょっと気になりましたね。確かに、いやしっかり4ヒット、あっとここは、ここが、あー取ってしまう、これは惜しい、失敗、ただこれどう展開していく、うまっ、あー潰される、あーこれはちょっと怪しくなってきた、あれゲージも溜まっている、うまっ、ここはしかしてる、あ厳しい、あ伸びている、あーあーマジか、中段気味の上りジャンプ D、まあ、サネさんもだいぶうまかったですよね。そうですね、さてこれでもう終了ですか。はい、多分もう、まあ、誰も来なければ最終試合、そうですね、ナルト対サヌ、ワンピーガーはナルト殿、はい、さあ今日はちょっとまあ万太郎さんとサヌイさんの連勝がちょっと多かったですから ね、 ね、開幕7連勝ぐらいからスタートしてますからね。ナルト殿はさっきからワンピー側のあのあれカーソルがマキシマに合ってるんですけど、マキシマ、マキシマはさすがにない、普通にガチキャラでした。ではこれはちょっと気になるところですね。そうですね、見物ですね。さっきボコボコにされてしまったんで。ここは
あてみしっかり見てる、見てるというかまあ雰囲気的に読めたというか、ここは投げ誘ったところを中段で勝ってる、中段荒らしていく上りジャンプ、あーここは追っていった、あ、わかりました、もうなんですか、これはしょうがないっていうことです、なんだろうそういうことですか、ナルトさんで止められない時もあるってことですよ、なるほど、うわ、勝ち合ってしまう、ガードが溶けてガーギャン、中段、わーっと展開が早 うまい、ここはしっかり読めていた、ガーッと、早すぎた、いや、よくガードした、悲しい、いやなんかちょっとでもあれですね、Kダッシュ対セスの時に、はい、なんかギアがあんま上がってなかったのを多分意識してから、ナルトさんもちょっとギア上げてきた感じしますね、なるほど、ちょっと読み合いの展開がすごい早かった気がする、ここは一転してゆっくりしている、カジュー飛ばし強迫弾、友人客さあ、8D じわじわ削られていく、ここは2発目に当たる、さあ、起き上がりかなり警戒している、ナルトさん、カジュー飛ばし当たる、ここは立ち位に刺さる、中段、ここ長いな、おい投げ、さあ追い詰められたツービーガン、サネさんゲージも、まあ、一応2ゲージあるものの、あー厳しい、いやーポーン、強勝利もしっかり読んでいる、どうする、おーさあチビやっぱしっかりしてましたね、ナルト氏もう終わりっすね、はい、いなくなりましたね、誰も終わりました、まあ、はい、ナルさんも、まあ、特にないっぽいんで、特になし、ナルさん特になし、 あ、 あ、あるな、あ、あった、職さん優勝おめでとうございます、あーこいつ素晴らしいコメントいただきました、マジか、ありがとうすげえ角度から飛んできたな今、ナルトさんありがとう、まあいいか、はい、ありがとうございます、むしろナルさんに言われるとちょっと嬉しいまであるからあれおかしいないや、じゃあ締めたいと思います、はい、第130回 KF ゼロニウム紅白戦、声で終わりたいと思います、皆さんお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。